はい、ということで今日は2021年5月の19日水曜日です。いつもね、このチャンネルを見てくれてる皆さん、いつも見てくれてありがとうございます。ちょっとタイミングが遅れてしまったんですが、なんとですね、このチャンネル登録者数が900人を超えました。900人突破、リーチですよ、リーチ。当初のね、目標チャンネル登録数1000人を超えるっていうところがとりあえずの通過点としての目標だったんですが、もうリーチがかかっております。現時点でですね、930人を超えていますので、あと、まあ、本当に70人弱で、当初の目標到達ということになります。本当にね、これだけ重くてね、難しい問題ばかりを、まあ、取り上げているチャンネルですけども、まあ、そんなね、難しいチャンネルにしてはね、まあ、すごい人数なんじゃないかなって思います。まあ、それだけね、この問題に問題意識があってね、まあ、なんとかしたいということで、まあ、見てくれたりね、応援してくれてる方がいるということは非常にありがたいし、すごく嬉しいです。はい、まあ、引き続きね、応援してもらいたいなと思っております。それでですね、まあ本当に今いろんなことがあって、僕もちょっと忙しくてね、なかなか動画撮れないんですけども、今日もなんかね、またやってましたね。LINE の方ではね、まあ、ちょっと発信させてもらったんですけども、まあ、争いは最大の敵って僕はいつも言ってます。これはですね、まあ、僕もね、その戦術とか戦略っていうところにはね、すごく、まあ、好きなんでね、戦略ゲームとかってすごい好きでね、学生の時とか小中高とすごい好きでね、小学校の時はファミコンウォーズとかね、ゲームボーイウォーズとか、そういうとこから入っていってね、大戦略とかね、三国志とか、信長の野望とかね、まあ、そういった、まあ、戦略ゲームがすごい好きだったんですけども、まあ、その頃から僕はね、そういう、まあ、戦略的なね、兵法的なところっていうのが、こう、まあ、独学ですけども、まあ、身についていてですね、で、この争いは最大の敵っていうのはすごく、まあ、感じるところでですね、で、三国志の中に、あれですよ、孫子の兵法書っていうのは出てくるわけですよ。兵法書でもいいんだけどね、兵法書っていうのは出てきて、まあ、その中にも書いてあるんですよね。まあ、孫子の兵法書といえば最大のね、まあ、戦いとか、まあ、戦争においての本当に、まあ、代表的というかな、すごく参考になるね、まあ、戦略本みたいなもんなんですけれども、そこにもね、やっぱり争いが最大の敵だという、まあ、意味のことが書かれておりますね。とにかく争わないことが一番勝利に近づくんだよっていう、争わずして勝つことが最大の最善の方法なんだよっていうのは書かれていますよね。で、まあ、武田信玄で有名なね、風林火山っていうのも、もともとこの孫子の兵法書からのにも書かれてあるというところなんですよ。とにかくだから孫子の兵法書、兵法書っていうのは、まあ、ビジネスとかね、人生生きるためとか、まあ、大切な人を守るためとかっていうところの、まあ、生きることにおいて非常に、ね、役立つことがね、たくさん書かれてます。心得とかね。なのでぜひ皆さんね、まあ、読んでほしいというかね、読んでほしいものですよね。身につけてほしいんですよ、うん、そういう心得みたいなところをね、まあ、そうするとね、なんだろうな、まあ、会わなくてもいい、トラブルとか問題とか、うん、まあ、まあ、生きやすくはなるんじゃないかなって思います。ないよりはと思います。はい、で、子供の未来を守るために団結をですよ。今日もなんかまたツイッターでなんかいろいろごちゃごちゃ書いてありましたけどもね、本当になんかね、もう見ててね、うん、なんかもう悲しくなっちゃうね。うん、反対派と揉めて、まあ、同じ当事者同士で揉めて、まあ、いろいろやり合ってね、なんかすごい悲しくなっちゃいますよね。なんでそうやってね、争いを起こすようなことをするんだろうなって。もともとはやっぱり争いがね、
全ての元凶だと思いますよ。その政治が動かないとか、法が改正されない、法整備されない、大元の原因っていうのはやっぱり争いにあると思います。そういったね、で、まあ、それも争いが原因だし、子どもの、ね、虐待問題ですよ。子どもの、まあ、最善の利益を、ね、僕らは追求しなきゃいけないわけですけど もうその全くその真逆ですよね。子どもにとっての最大の不利益っていうのは、まあ、両親が喧嘩することですよ。両親が争うことですよ、ね、喧嘩して、ね、裁判調停揉めて争って、それは子どもにとっての最大の不利益になるわけですよ。とにかくだからもう争いはやめましょうよってことですよ、ね、争いをやめて争わないで、解決する方法を見出しましょうよっていうことで、それがすごく大事だと思います、ね、僕はまあそういったところに本当にね、まあ、慎重にね、やりながら徹底したことでね、自分の問題解決できたしね、まあ、周りの人にもかなりのいいアドバイスができてね、いい結果が出てます、まあ、とにかくそこを意識することが大事だと思います、それからもう今ね、諸派党のね、まあ、名前がまた変わって古い党から国民を守る党ということで、まあ、諸派連合ですよね。要は諸派連合という、まあ、連合軍を作ってですね、国政選挙に出ましょうという流れになっておりますよね。で、まあ、子供未来党っていうのは本当にこの連れ去り親子断絶問題の、あと児相問題とかのね、当事者として初めて国政選挙に出るという、非常にね、大きなね、意義を持っております、ぜひね皆さんここはもう一致団結して、ね、子供未来党なんとか本当にね、もう全国にね周知できるように皆さん応援してもらいたいなと思いますね。詳しいことはあの子ども未来党の、ね、チャンネルの方でね、まあ、政治にどういう形で、入っていって、どういう形でこの問題解決していくのかっていうところは説明してますので、そちらの動画をご覧ください、ね、とにかく子どもが物扱いされない社会を目指して、ね、みんなで頑張りましょうよっていうことです、ね、争いやめてね、子どもは国の宝物ですね。もうね、さっきも言いましたけども、もう問題解決するにはとにかくもう争わないことですよ、ね、とにかくもうやめにしよう、一緒にもならない争いなんて、いつか大きな木の下でみんなで笑っていたいよね。Oh, yeah.
さあ出かけよう。